上越クリスタルガラス株式会社は、群馬県利根郡水上町に本社、工場を置く企業。手作りガラス製品の製造及び販売を手掛け、隣接の直営店、月夜のビードロパークを運営する。ブランド名として、月夜の工房及び色を用いる。日本ガラス工芸協会賛助会員。1905年2月10日、創業者、倉田正三が、現在の東京都文京区において、理化学ガラスの製造を開始したのが始まりである。当時は主に温度計や体温計をはじめとするガラス器具の製造を手掛けていた。現在の本社、工場所在地である五館に移転したのは1947年3月のことで、かつての商工油工場の跡地であった当地を倉田隆雄が着目。その場所は大東亜戦争末期に日本軍の要請で設置され、航空機の燃料として商工油を製造していた工場であったが、終戦により放置されていた。1955年8月、社名を現在の上越クリスタルガラス株式会社とし、色彩工芸ガラスの生産を本格化。1966年には通商産業省から輸出貢献企業と認められている。1972年、工場設備を改善し、公害防止を図った。群馬県は1997年度に、上越クリスタルガラスの製品を群馬県ふるさと伝統工芸品に指定するとともに、2001年度には5、6人の職人が一組となって臨むガラスチューブ機成形技術を評価し、群馬の優れたものづくり企業に認定した。1960年代後半あたりから工場脇に直営店を設営。水上温泉郷への観光客が立ち寄るようになり、ドライブイン的な施設へ整えられていく。これが現在の月夜のビードロパークの前身となった。1990年に美術館を建設し、1994年にテーマパーク化。1997年には月夜のクラフトビール株式会社を設立し、地ビールの醸造も手掛けている。群馬県道61号沼田水上線に面した。本社工場内部2016年6月現在、上越クリスタルガラスが公開している会社案内による同社の主要な生産設備は下記の通りである。1986年発行の月夜野町史による当時の生産設備は下記の通りである。なお、当時の社員数は160人、年商は13億5000万円であった。韓国国立劇場本社工場では、見学設備として、月夜のビードロパークを整備し、ガラス製品の製作過程を一般に公開している。150坪の土地に展示設備や売店を設け、5000点の製品を取り扱っている。ガラス製品の製作体験も可能。レストランやカフェも併設されている。営業時間は9時から16時30分で不定休。見学者は1年間あたり30万人で、その年齢層も10代以下から60代以上と幅広い。訪れた著名人としては1969年8月、当時の皇太子昭仁親王、同妃美智子をはじめ、高松宮信仁親王、皇太子、徳仁親王など、チェコウヘルスキーブロッド朝チェコのボヘミアガラス製品月夜のビードロパークに関するカテゴリー。ありがとうございます。